年に一度のガーターセレモニーのためにタバードを着用し、列をなして、ウィンザー城の正常時教会へ向かうヘラルドたち。ウェールズヘラルド・オブ・アームズのマイケル・シドンズ、サマセットヘラルド・オブ・アームズのデイビッド・ホワイト、マルト・レバースヘラルド・オブ・アームズのジョン・ロビンソン、ヨークヘラルド・オブ・アームズのヘンリー・パストン・ビディリングフェルド、ウィンザーヘラルド・オブ・アームズのウィリアム・ハント、 ゲルデルン公のヘラルド・バイエルンの紋章のタバードを着ているヘラルド、ヨルグルーゲン。ヘラルド・オブ・アームズ、または単にヘラルドはパーシバントとキング・オブ・アームズの間に位置する紋章館である。この称号がすべての位の紋章館に対して総称のように用いられることがある。日本語では中級紋章館、あるいは単に紋章館などと訳されるが、定約ではない。ヘラルドは 当初、君主、または、貴族からの布告や生命を伝えるために派遣される伝令官であった。つまり、現代の外交官にあたる職務を持つものであった。例えば、100年戦争では、フランスのヘラルドは、ヘンリーを西洋に中断している戦争を再開するよう要求した。7000のイングランド軍と2万のフランス諸侯軍で行われたアジャンクールの戦いの最中、 イングランドとフランスのヘラルドは共に戦場近くの丘からその戦闘の様子を見ていたが双方ともイングランドが勝者であることに同意した。また、フランスのヘラルドは海戦を名付ける権利を得たヘンリー5世に近くの城の名前を提供した。他の紋章館と同様にヘラルドはしばしば彼の主君の紋章で飾られたタバードと呼ばれる害を着用する。それはおそらく 中世後期の馬上槍試合の管理において騎士が持つ紋章の規制とヘラルドが関わるようになった彼らの役割によった。紋章学の科学は長年にわたってますます重要になり、さらに厳密に管理されるようになっていった。そして今日でも世界の数カ国で紋章はヘラルドによって管理監督されている。このように今日における ヘラルドの主要な職務は紋章の専門家であることであるが、イギリスでは今でもヘラルドは国王の紋章で飾られたタバードを着て公的に布告を読み上げるように求められることがある。今日でも職務を遂行している正式なヘラルドがイギリス、アイルランド、カナダ及び南アフリカ共和国を含む数カ国にいる。イングランド及びスコットランドでは大部分のヘラルドは 王国の常勤職員であり、ヘラルド・オブ・アームズ・イム・オーディナリーと呼ばれている。一時的な指名による非常勤のヘラルドは、ヘラルド・オブ・アームズ・エクストラ・オーディナリーとなる。これら非常勤のヘラルドは、体幹式のような特定の主要な国家的式典にしばしば任命される。加えて、カナダ文章局は長年務めた文章館。 または優秀な紋章官に敬意を表せるヘラルド・オブ・アームズ・エメリタスの職位を創設した。エメリタスは大官ご名誉職となった者の,のことを指す。スコットランドでは一部の士族長が一族の者の紋章的、または刑務的な重要性の案件を取り扱うために施設紋章官を任命することがある。常任非常任常任非常任常任。 非常任命予測、小学館ランダムハウス英和大辞典、第2版編集委員会、ランダムハウス英和大辞典、小学館、ISBN978 から40億9510万1019、イズ、テレンス、中世の紋章、名誉と威信の継承、ピアニッシモ、P8、キーガン、ジョン、ザ・ェイス・オブ・バトル、ペンギン・クラシックス、 ピアニッシュも、ピアニッシュも74、77、104から105、ISBN0140048979。ありがとうございます。